こんにちは、菅野です。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、この手ぬぐいね、私どもこう作ってるの、これ実は中線です。で、これ以外にもですね、手な線っていう形で作ることもできるんですが、私どもは中線、大阪のその中線業者近いっていうのもありますけども、この中線をメインにですね、販売させていただいてます。実際手な線で作れないこともないですし、やることもあるんですけども、メインはこの中線が多いですよね。で、この中線っていうものと手な線の違いなんですけども、中線っていうのは字で書いてある通り注ぎながら染めるんですね。注ぎながら染める。で、手な線っていうのは一枚一枚型を置いてこう手でこうな線していく、染めていくっていう方法なんですね。どちらがいいか悪いかっていうのはあんまりそういうのはあんまり関係なく、手な線でもですね、裏取りするようにしっかりとインクを入れる方法、染料を入れる方法もありますし、この中線でもですね、すごく細かい柄を出すこともできます。ただ一般的にはその手な線の方が、江戸小紋に代表されるように細かいもの、細かいデザインを表現するのが得意ですね。ああいった場合は裏同士どうかというと、中線のようにきっちり裏まで通っていないというのが手な線になると思うんですね、細かい柄の場合はね。ただ中線でもこの細かい柄を作れないことはないです。ただやっぱり中線の場合10枚20枚でまとめて染めるところをですね、その細かい柄の場合はもっと枚数を少なくしてきれいに染めるように努力をしたりしますので、そういった形になるんですね。ただ手な線の方でその柄の大きいものを作れって言われると、それはできます。全然できますね。だからどちらがどうかというところなんですけども、あんまりそのね、同じ手ぬぐいを使って同じように反応染料を使う分にはあんまり変わらないですね。変わらないです。どちらも綺麗に上がりますね。ただやっぱり伝統工芸的に考えるとどうなんですかね、もう全国でこういうのを手な線にしても中線にしてもやれるところっていうのはほんと少なくなって、昔は何百件ってあったような工場が今も何十件しかもないような状況なんですね。ですからこの辺の伝統工芸的なものっていうのをですね、守っていくためにもですね、いろんなこういった新しいデザインが出てくれるっていうのがいいと思いますね。こういったものはもう江戸じゃないですね、失礼しました、古典柄っていう伝統柄って言われるもので昔からある柄なんですけども、どんどんこうね、新しい柄が出てくることを期待していますね。よろしく。